人混みが多いとこ行くよりか、こういうところでのんびりする方がいいですよね。これ行けるんか。いい。うわ、深っ。以上。RV なんでね。ゆっくり行きますよ、これ。ドロドロになるんで、いっぱいしてる、これ、キャンプ。淡路島かな、あれが。淡路島。海がずっと堤防の上で釣りしてる人もいますよ。ここが一番先です。綺麗な砂でしょう。誰よ、砂の上行けるとか言ってスタックしてしまったらあれやな、恥ずかしいよな。四駆やからせえへんやろ、スタックなんて。これうっ、やばいやばい。あ、いけるわ、いけるいける。うわ、でもなんかふわふわしてる。おもろいよな、四駆って。阿南市の方の島だ。そのずっとまだ南の方にあるんですよ。南の方にね。そこの海岸はサーフィンしてる人すごい多いです。モケモケ。食べたんかな。390円の定食食べました。こんなやつで、はい、すごい安かった。安いっていうか、一番ここが安くていいですね。お米もいいしっていうところで、23年、5月の3日水曜日ですね。ゴールデンウィークの後半戦かな。特にまたブラブラとどこも行かないんで、適当にちょっとね、またいろいろダラ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 、みんなダラダラ行きましょうっていうことを、ダラダラ動画。昔トンネルズの生でダラダラ行きましょうよいう、ちょっとなんか意味深なタイトルで番組ありましたけど、生ダラっていうのはちょっといやらしいから、ダラダラにします。ダラダラヨッタンのダラ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 、なんだダラダラの旅、ヨッタのダラダラの旅します。今日はもうマスクもだんだん取れてきたんですけどね、みんな、今日も適当に行くんですけど、ちょっとエアコンちゃんとやっとかなね。エアコンをカメラに冷たい風が当たるようにしとかんかったらあれなんですよ。iPhone にこう
撮ってるのがこれ iPhone なんで、 iPhone に太陽が当たったら熱暴走で止まってしまうんで、それだけちょっと注意をします。はい、今日は、ダラダラしながら、またね、小松海岸、徳島県川内町かな、小松海岸っていうと海岸に行って波の音撮ってみたいと思います。昔三重県にいた頃にいろいろ海岸に行って、2つぐらい海岸に行って、また伊勢湾に面してる海岸ですよね、三重県なんで、そこに行って、波の音とかいろいろのんびり撮るだけの動画何本か上げてますけど、まあそういうのもいいかなと思って、ちょっと今日撮りに行ってみたいと思いますね。本当はね、徳島県が世界に、まあちょっと徳島県の中では知れ渡っている祖谷のかずら橋ってあるんですよ。そこに行って、動画撮ろうと思ったんですけども、ちょっとゴールデンウィーク混んでるかもわかんないからやめてしまいました。はい、みんな、これ何気に僕これ iPhone13 Pro でこう車にカメラセット、 iPhone セットして撮ってるんですけど、これ動画のすごい滑らかに映ってるでしょ。でもね、ちょっと前までね、 iPhone11 とかだったら、この車の揺れをもろ拾ってガタ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 して使えない状態だった、ほとんど。で、昔の僕の動画撮ってみたら、見てもらったらわかると思うんですけども、すごいおかしかったんで、アップルに僕何回か、この仕様おかしいんちゃうのって、超広角モードだったらすごい滑らかに撮れるのに、広角モード、今のこれ広角モードなんですけど、普通の撮る角度ですね、それだったらもう全然カタカタして撮れないんですよって、まあ1年半ぐらいかな前、何回か行ったら、これが iPhone12 出て iPhone13 出て、 iPhone13 の時に改善してました。すっごいこれ滑らか。いろいろね、そういうお客さんからのこの意見聞きながら、アップルの製品を改良していってるっていうのがありますね。で、これ右が徳島県庁です。前から相性悪いんです、ここいつも引っかかったり、今日は最悪の出だしですね。のんびり行くって言いながら全然のんびりできてない。最近またちょっとこれ今日海岸行くから靴をスニーカーに、スニーカーっていうか、なんていうのかな、運動靴にしてるんですけど、足締めつけてちょっと気持ち悪いから脱ぎましたね。これ慣れない靴履いたらあかんわ。みんなこれ同じ時を生きて車運転して、みんな同じですよ、基本一緒。病気になったら嫌とかいろいろありますけど、まあ幸せになりたいとかって願いはあるけど、それ以外そこにいる今の、結局みんな今しかないからみんな一緒なんですよ、一緒。多少ね、貧富の差があったりね、男女の性別もあったりね、多少のことあります、いろいろ出来事あったりするけど、一緒です。
もこの時みんな一緒。全部一緒。考える時のあの頭の中での考えてるあれがちょっと違うだけで一緒なんです。違うように感じるだけだ。別に本当は一緒なんです。何も変われへんの。みんな死んだり生きたり生まれたり死んだりしてるけど、それも一緒。みんな一緒。自分が考えてることはあの人も考えてる、この人も考えてる。一緒。やることは違うけど一緒です。みんなつながってます。元がね、はあ、今日はあの小松海岸、あれやな、やっぱマスクして喋らな変な人って思われるよな。喋ってていけるか、誰も見よれへんわ。人も濡れる街角は中村雅俊やな。この前いっぱい聞いたのにメロディー忘れた。思い出してきた。恋人って歌。たてて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 星空に試されてる。てて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 捕まえてしまいそうで、今はまだ何も気づかなくていい。僕の気持ち何一つ、あなたがなんだなんだなんだ、今すぐ強く抱きしめたい。今でもなんやらだ、わからん。どうして黙らせるほど募る想いを、ただばただ誰より瞳きれいな恋人。
に左に来ましたね。ああ、それがどうした。1キロメートル先。うさぎさん。LH システムです。あったよな、35年前。それがどうした、うさぎさんって初めて大学の時のあの女の人に聞いたんだ。なんだそれって。誰がいいよ。覚えてないけど。それがどうしたウサギさんって何ですか？わからんな。バディボーイズが流行っててね。500メートル先。バディボーイズが好きって言ってましたよ。あのこれは誰にも話してない、妻にも話してないんですけど、大学の時にまあちょっとお付き合いしてた女の子がいて、まあ。すごい上品な感じで、顔立ちも、振る舞いもすごい上品な人で、好きだったんですよ。で、大学も一緒に、僕車持ってたから、一緒に、東京なんですけど、東京の山の方、山の方っていうか、まあ外れの方ですけど、車でね、一緒に行ってたり、行きだけ一緒に行ってたりねしてました。その時にあの結局ね大学卒業する時になんていうの別れましたね。で僕は徳島の方に帰ってきて、その人はどっかの会社に就職してあれなんですけど、1個下でした。年がね、その後何年、2年か3年経ったんかな、3年後ぐらいかな。その人はね、踊るさんま御殿で出たんですよ。びっくりしてね、踊るさんま御殿ですよ。まあでもちょっと昔の方が可愛かったなって思いましたね。名前はちょっと言えないですけど、まあそれに出るだけ、まあまあ綺麗枠ではないんだろうな、あれ。まあスタイルは良かったけど、まあやっぱり見た目は品があって綺麗かったから、やっぱそれで出たんかな、よくわかんないけど出てましたよ。なんか喋ってたけど覚えてない。後から気がついたから、こんなん出てるわみたいな。大学時代の恋バナでした。はい。なんだそれは。若い時はね、まあいろいろモテたんだろうけど、若い時モテましたよ。
70キロぐらいだったから、まあまあ、スラッとしててモテたんですよ、中肉中背で。でそれが30歳ぐらいがちょっとずつ太り出してね、ピークが35ぐらいかな、うん、94キロまで行きましたよ。でそっからまあダイエットして 2ヶ月で80キロになって、ずっとそっから1年前まで80キロぐらい、80ちょいぐらいでずっと行ってたんですけど、徳島帰ってきてなんかいろいろ環境変わって、なんか知らんけど体重減ってね、もう73キロぐらいです今。だ昔のモテ期と同じぐらいの体重になってるんで、モテでしゃあないんです多分嘘自分ではわからん。まあ年が年ですからね、55歳。でもやっぱあと2キロぐらい、2、3キロ痩せたら、このあのスーツ着たりワイシャツ着たりしてる時の姿が昔のような感じになってて、あのミスユニバースの人が声かけてきたりね、あのしてたんですよ。だからそういう感じの時に戻ってますね。ミスに思い出したけど、ミスユニバース四国代表かな、なった人がなんか合コンしたいとか言い出して、合コンちゃう、あの一緒に行きませんかとか言って、で2人で行くのなんだからって言って、あの前の会社の人の、まあ、それも人気のある女の人のと一緒に、と僕とあと1人と22で行きましたね。まあ、あとアホだったからな僕、このね、ミスユニバースに選ばれるだけあって、それは身長172センチぐらい、まだ細身、顔も淡麗、色白、覚えてますよ、すごい綺麗かったの。綺麗かったっていうか、シュッ、なんていうの、キリッとしてましたよね。親もなんかいろいろ経営してる家だったんで、お金もいっぱいあったんかもわかんないですけど、そうそう。でその後デートしたんかな、覚えてないわ。だからその時はね、相当綺麗な人もそういう話もあったり、あのナルトのモアナ構成いうところで合コンのなんかがあった時に、おって綺麗な人が声かけてきたりね、あの男グループで行ってるのに、そのなんか僕のところに急にめっちゃその中で来てる一番綺麗か2番目ぐらいの綺麗な人がいて、僕のところに声かけてきて、男連中ビビってましたよ。おーとか言って、実はちょっとね知ってたっていうか見かけたことがあったんですよ。話したことなかったけど、向こうも見かけたことがあったからって。だからそのなんていうの、ミスユニバースの人は確かに綺麗でスタイルも良くってあれなんだけど、ちょっと好みでないかなと思ってあんま気にしてなかったんですよ。今考えたら何もったいないことしてるのって、アホでしょ、何も考えてなかったから。キャンプしてる、いっぱいキャンプしてるわ、やっぱりゴールデンウィークなんで。そういうね、自分がどういうレベルかっていうのはあんまり気がつかないまま大きくなりましてね、大したことないと思ってたから自分で。でも今考えたらすごいなっていろいろ思い出あったからこんな感じでいっぱいあのキャンプしてますね。なので僕はここの海岸の方まで今から歩いて行って、波の音をちょっと取ってアップしたいと思います。そうそう、すごいでしょ。大学の時はお付き合いしてた人がこう後で、あの踊るさんま御殿で出たり、その四国ユニバース、四国、え、日本ユニバース四国代表だったんかな、になった人に声かけられてデートしたり、まあ、ご飯食べるぐらいですけどね、どっか公園行ったりとか、あと何があるの、まあまあこのぐらいか。
の裏やな。ああ、モアナコースでこう声かけてきたっていう。でその人はほんま綺麗かったんですよ。で、あ、その後デートもしました、何回か。まあ、鳴門公園行ったりね、いろいろ行って。結局、それもなんやかんやして、年上だったな、3つ、その人確か。で、その後、なんかお見合いがあって、結婚に決まりましたとかなんか言ってましたけどね。はい。まあ、お友達ですね。その人、ほんま綺麗かったんですよ。久しぶりのヒット作品でしたけど。まあ、そんなんがいろいろありましたよね。はい。なので、これからは、55歳風に年いった人は年いったなりの無理をせず、あの年いったその50歳半ばしか出せないような雰囲気、若い人では出せないような雰囲気を出しながら、あのちょっとやっていければなと思っちゃってる次第でござりんと。はい、これアップしようかな、こんな恥ずかしい、やめようか。これしんどいな、こんなん撮っても。これはアップするのやめようか。まあ徳島の海岸はこんなんですよっていうのはちょっと、どうかな。もうちょっと、じゃあもう撮るのしんどいから、あとで5分ぐらい撮りますよ。もう一回ちょっとキャンプしてる人がどのぐらいいるのか、隅々までちょっとね走ってみたいと思いますね。小松海岸のキャンプ状況リポートいたしやすさ。はい、やレレレレ、この奥もやってるんだ多分。いやいや、8時25分やな今。前でしょ。さっき撮って、そこからね奥に行けるとこあると思う。奥に行ってみるわ。テント張って寝たんかな。寝れんだろテント張っても。お風呂もないし。大変ですよ、キャンプも。若い時ぐらいしかできんの。ここのね、あ、ドロドロやな、いけるんわ。向こうが行く。あ、もうこんだけな。キャンピングカーがまだいいよな、テント張るよりか。キャンプするんだったら全然いいですよ。こっちの、こっちもあるんだよ、たぶん。ここかな。ちょっとまだ車汚れるけど、右に行くとこないか。あ、ない。ちょっとわからなくなってきたな。こっちか。あ、こっちやわ。こっちの奥やわ。いっぱいあるの。うん。はい。これ。ここもキャンプしてるでしょ。で、水たまりがあるところ、通らないといけないんですよ。だいぶ。あんまりね、水たまり行きたくないんだよな。あ、奥にでもいっぱいやってるな。で、行くわ、もう。ゆっくり行きます、ゆっくり。それ行けるんか。うわ、深っ。以上、RV なんでね。ゆっくり行きますよ、これ。ドロドロになるんで、いっぱいしてる、これ、キャンプ。楽しそうに。これ、ブレーキフィールドが水に濡れたから、キューキューって落とした。
キャンプ、キャンプ、やっぱりキャンプも楽しいよな。蜂、すごい蜂が飛んでる。ゆっくりからね、車汚れるから。ここもやっぱ車、何やってるの、こんな止めて。ここ、あ、行けるようになっとうわ。行ったらいかんなんだろう、でも。と、走ってもええんか。行きたいな。でも行けるようになっとうよな。いかんのか。あ、いけるんちゃうの。これ四駆だからもう走り放題ですよ。走ってるわ、わだちがあるもん。どこでも走れる、こういうの。砂の上でも。砂の上行けるとか言ってスタックしてしまったらあれやな、恥ずかしいよな。四駆やからせえへんやろ、スタックなんて。これうっ、やばいやばい。あ、いけるわ、いけるいける。うわ、でもなんかふわふわしてる。おもろいよな、四駆って。どこでも走れるじゃん。タイヤもパンクせえへんだろ。ほらほら、どこでも行ける。穴なんてないだろ。ちょっとこれはやめとこう。昔パゼロ乗ってた頃あるんですけど、パゼロの方が操作性は多分高かったんだろうけどね。これいけるんか。いけるわ。いけるかな。いけんの。大きい岩があったらガタンでなるんだろうけど。あ、なんかいっぱい取ってるな。僕も前行って取ろうかな。この走る動画の面白いとこでも、昔あの会社のね、芝生でね、若い時に、ね、あの芝生だと、やっぱ行ったら行かないんやな。やめとこ、戻ろう。最近どっから戻りますよ。行ったら行けないね。あそこだけたまたま空いてただけよ。あの会社の芝生の会社で、あの何て言うの、あの会社でね、あれ車置かれたわ、出れんやん。ちょっと出たいんですいませんね、すいません。セーフだった、危ない、出れんとこだったわ。ありがとうございます。まあ行ったらいけなかったんやな。まあちょっといろいろ楽しそうな動画撮れたんで、行ってはいけないというのを知りませんでした。失礼、つかまつりましたね。あの人でも来たばっかりでよかったわ。でもある車置かれたら出れんとこだったもん。まあ、違うとこから出れるんや。